はい、始まりました FUG フットボールアンダーグラウンド2022年3月14日月曜日、浦和は晴れております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。吉澤浩一でございます。FUG はですね、いつも言うようにですね、私52歳なんですけれど、同年代の方に向けてですね、J リーグ始まった頃若かったあなたに向けて配信しております。まあ、私浦和に住んでいるということもございまして、また私の人生が浦和と共にあると言ってもいいと思います。過言ではないというよりもそのものでございます。ですので、まあ浦和の話が中心になります。ですが、まあサッカーファンでございますので、サッカーの話もたくさんしていければいいなと思っておりますので、お付き合いください。いつも言っていることなんですけど、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。昨日のですね、サガン鳥栖対浦和レッズのゲーム振り返りに関してはですね、非常に多くの方がですね、ライブ中に訪れていたくれてですね、たくさんの意見を寄せていただきました。今年、そうですね、コメントを寄せていただいた数は1番か2番、そういうような回数だったと思います。そして、新しく、初めてコメントしてくださった方も多くて、とても嬉しく思います。浦和レッズについてですね、あるいは J リーグ、サッカーについて、よりですね、深めて、いろんな部分で掘り下げていこうと、あるいは、脚光がなかなか浴びない部分、アンダーグラウンドな部分に関してもですね、掘り下げていこうというのが、この YouTube チャンネルの趣旨となっておりますので、皆さんよろしくお願いします。今日の一番乗りはノリックさん、ユサさん、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。大久保さん、こんにちは。よろしくお願いします。富山は曇っています。ね。はい。ここですね、ノリックさんもそうなんですけど、大久保さんもそうですね。ここにマークがついている方に、ブラウザーのこの画面上でここについている方、またチャット画面だと、このマークですね。このマーク、色がそれぞれについていると思うんですけど、そのマークついている方はメンバーシップの方でございます。FUG ですね。当然、こうやって無料配信もしてるんですけれど、メンバーシップの方に向けてのですね、LINE グループの方があって、そこでのやり取りがあったりとかですね、リモートミーティングへの招待があったりとか、特典がございますので、もしよろしかったらメンバーになるというところを押して、確かめてみてください。で、よかったら、配信中に入ってもらえますとね、皆さんからたくさんのお祝いが届くと思いますので、よろしくお願いします。一番、490円ですかね。一月ね。ジェットさん、こんにちは。よろしくお願いします。気温上がり、とても暑いです。あ、そうなんだね。ちょっと、俺は家の中にいるんで、ちょっと気温がよくわからないんですけどね。あ、そうなんだ。こんにちは。午前中にベイビーと散歩しましたが、もはや初夏。ほう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 。操縦士さん、2022年、J1 第4節終了、週明け月曜日、こんにちは。よろしくお願いします。小手川さん、吉田さん、皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。いつもお世話になってます。そして、トゥーさん、こんにちは。よろしくお願いします。ということですね。たくさん、まずメンバーの方、あるいはいつもですね、いらっしゃってくださる方がですね、コメントを寄せていただいております。コメントのルールとしてですね、コメントいただいたときには、まあ、僕ら大人なんで、おじさんですので、まず最初にですね、一つ、日々の挨拶ですね。こんにちは。夜だったらこんばんはって。夜なのにこんにちはっていう、近藤無線という人もいますけれど、そんなね、挨拶をしていただけると、コミュニケーションが取りやすいかなと。まあ、いろんな意見があって、叱るべしと思っておりますので、当然、いや、俺の意見とは違うよなってことがあると思うんですけど、その時にね、罵倒するような感じではなくね、お話ししていただければコミュニケーションみんな取れて、いわゆる議論ができるかなと思います。これ大事だと思いますね。日本人ね、やっぱり議論するのが苦手だと思うんですよね。なので、いろんな意見がある、あると、どうしても、母感してしまうことは仕方がないのかなと思うし、逆に言うと、強く、自分と同じ、自分に似た意見を言ってくれる人を探す、なかなか探せないんですよね、日本で。日本人の性質でわかると思うんですけど。
なので、そういう部分で、いろんなね、こういった動画サイトを見て、自分と同じ意見の人探したりする人もいるようなんですけど、まあ僕ちょっと意見きつめでございますので、そういう部分で合うか合わないかはあると思うんですけれど、もしよかったら、吉沢はこんな、吉沢はこんな考えでサッカーを見てますよと。あるいは浦和レッズに寄り添っておりますよっていうことを分かっていただければなと思います。F、こんにちは。よろしくお願いします。はい。今日ですね、まあ、いろいろ皆さんのそれこそご意見が、どんなご意見があるのかなと思って、それぞれの SNS をですね、見て歩いたんですけれど、まあ、こういう時には、少し、こう、なんていうんですかね、こういういろんな意見があるんで、整理しながら話をしていった方がいいのかなと思います。で、どんな意見も、その意見は自由なんで、いやいや、そういうのがいるけど、それは違うんじゃないのっていうことはありますよ。ありますけど、いろんな考えがあっていいと思うんですね。なので、俺は違うよって当然言いますよ。俺は俺の、自分のね、こういう動画サイトなんで言いますけど、でもそういう意見があるってことは、しっかりと腹落ちしなくても、耳は傾けようと思っております。なので、あと、まあ本当にサッカーを考えるときによく吉田は言うのはですね、距離、まあ、ディスタンスですね。タイミング、リズムっていう言い方するわけですよ。まあ日本語で言えば距離、瞬間かな、タイミングとか。あと、リズム、律度を、こういったもの、この3要素っていうのはすごく大事だと思いまして、どれだけいい距離をそれぞれと関係を作っていくのかっていうのは、すごく大事かなと思っております。はい。要はサポーターの、サポーターと、チーム、サポーターとクラブ、チームとクラブ、ね、あるいはクラブと町、クラブと社会、サポーターと町、サポーターと選手、まあいろんな、こう、それぞれの距離ってあるんですけど、その距離感がすごくバランスが取れてる時っていうのは、まあ充実感をみんな感じる時なんじゃないかなと思います。今、あそこにはプロサッカーチームであって、プロサッカークラブであるので、やっぱりバランスを、メンタル的な部分を含めてバランスを取るには、勝敗っていうのがあると思うんですね。で今年はまあ目標っていうのは明確にビジョンが設定されていて、その明確なビジョンが、それも3年計画なんていうものでやってますので、3年前に立てられた計画が今年遂行されてるわけです。で、1年目うまくいったかどうかわからないけれど、まあ、2年目はしっかりと、目標達成ができたと思うんですね。そして3年目。で、3年目が、まあ、この1年、2年、3年っていうのを叩き台にして、それ以降について、いわゆるこの今は基礎作ってる段階なんだよっていう状況なんですけれど、まあ、いずれにせよですね、想定外の状況がシーズンスタートから始まっていて、どんな風にチームが動いていくのか、クラブが考えているのかっていうのは、まあ非常に注目するところにあるのかなと思います。それで、まあ、僕自身がですね、コメントをまあ入れたんですけれど、まあ、リツイートしてみたんですけど、その、まあ吉沢的には、もっと言葉にして、チームに、選手に意見すればいいと思う。ね。強いと思っていたのに弱いんだから。弱いでしょ？うん、それは、結果が出てないっていうことね。結果が出てないのは我慢すればいい。でもそう。僕は結果が出てないんだったらそれは我慢すればいいと思ってます。ね。ただ、黙っていて強くなるわけじゃないんですよ。ね。で、信じて
裏レッズ、あるいは選手たちを信じて寄り添うんだったら、言葉も必要じゃない？ね。それは歌を歌うことじゃないけどね。うん。歌を歌うことじゃないんだよね。それよりも、もっと、強く突き刺さるものっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。まあ今の子たちには分からないかもねって書いたんですけどね。いや、そんなことないよっていう人がいたら、そんなことないよって言うとですね、反論してもらって全然結構なんですけれど。キーさん。吉田さん、皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。町田は気温がぐんぐん上昇中です。キーさん、町田にいらっしゃるんですね。町田の方なのかな？いつもお世話になってます。そして、近藤無線、こんにちは。よろしくお願いします。そして、まあ、お約束というかね、今日先にサムネイルにも書いたんですけど、磯貝博光氏にですね、ちょっと連絡してみようと思っております。移動中らしいので、LINE で、電話を、ビデオでまず連絡してみて、ビデオが難しいときは音声だけでも大丈夫ってあるので、ちょっと連絡してみたいと思います。よいしょ。おなじみのこの音ですね。こんにちは。映ってる？映ってる、映ってる。あ、本当？うん、はい。まだね、みんなには映ってないんで、ちょっと待ってね、今。あ、そうですか。うん。今、画面を共有して、ウィンドウ、音。お、映った。はい。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。いつもお世話になってます。先日はありがとうございました。こちらこそ、どうも。はい。勝手にどんどん進めてますけれど、まあ、YouTube チャンネル開設に向けて、いろいろと素材集めを今していただいているということで。よろしくお願いします。バズらせちゃいましょうか。はい。バズらせちゃいましょうか。もうね、YouTube はね、まあ、僕は普段と同じように、呼ばせてもらいました。磯貝くんはね、YouTuber もたくさんのところに、協力というかですね、サポートとして出てくれているので、まあ、勝手としてはあんな感じでございますが、まあ、まあ、ちょっとね、意見としては、磯貝博光チャンネルやろうよ。うん。と思いますので、よしプロジェクトで磯貝博光やっていきたいと思いますので、皆さん、その際にはよろしくお願いします。それで、早速ね、スーパースター登場楽しみですと聞きます。そうです。今日も出てます。皆さんね、磯貝博光さんにいろんなご意見聞きたいことありましたらコメントの寄せてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい。で、今日ね、はい、磯貝君に聞きたいなっていうのがあって、はい、ほら、はい、チームって、なんかこう、はい、ほら、シーズン始まる前は、まあ、みんな勝ちたいわけじゃない。で、勝つつもりで臨むんだけど、はい、始まったら、思った通りにいかないことの方が大体多いよね。まあ、やっぱりうまくいかないから、成績出ないね。成績出ない。で、はい、で、その、まあ、これじゃしょうがないよなっていう時と、もう一つ、逆のことがあって、うまくいってるのに成績が出ない時ってあるじゃない。うん、だからそれはもう多分、いつかばっかっつりね。ばっかそうだよね。だから、むしろ、うまくいってなくて成績が出ないときよりも、うまくいってるのに成績が出ないときの方が厄介だと思うんだけど。まあ、でも、なんだろう。まあ、ファンというか、まあね、こっちのスタッフというか、なんていうんですか。その、ね、上の方がそれを分かって我慢できれば、多分いい成績が残る、ね。うん、だからそれで監督変えれば次の人がまあいい成績になる。うん。ああ、なるほどね。下地があるからってこと。そうそう。うん。で、その、まあ、ズバリ聞いてみたいんだけど、で、うん、
磯貝君本人がもちろんそういうプロの現場の中にいて、知ってることと、うん、あとは当然周りもプロのサッカー選手だった人、あるいはプロのサッカー選手っていう知り合いがいるわけじゃない、うん、そうすると、はい、今年の浦和レッズみたいに、まあ、去年の後半から成績が伸びてきて、タイトルも取って、うん、でシーズン初めに、うん、まあ、負けないフロンターレに勝って、シーズンに入ったんだけど、うん、まあ、ここ6試合戦って、うん、勝ったのは1試合だけ。うん、うん、うん。で、1つ引き分けできたけれど、残りはもう4敗って言って、うん、18チームの中で一番負けてんのよ。今ね。まあ、はいはい、こういう時って、どんな心持ちで選手はいるのかね。これはね、結構こう難しいんだよね。要するにさ、チームにこう軸となる選手が多分いなきゃいけないんだけど、うん、それが結局2、3人去年辞めてるわけでしょ、うんうんうん、ね、そしたらみんながほらチャンスあるから、うん、ね、まあ、その競争する意味ではいいんだけど、うん、だから何て言うんだろう、この、まあ、ちょっと前のほら日本代表もそうじゃん、例えば、負けて、うん、で危ない危ないって言われてるけど、結局方向性が見つかれば一つになって戦っていれば結局負けることはないじゃんっていう話だった、うんうんうん、だから裏側にはだから そういう選手がこういるときはだから強いんですね。うーん、だ軸になるのがだからそのどこかっていうので変わってくるんじゃない。これっていうのはさ、こう、うん、誰かが決めるものなの、それとも中から出てくるもの。まあ、中から出てくる場合は、まあ、二分落ちもあり得るんじゃない。なるほどね。だからそういう我慢の仕方したら多分、だからやっぱり、こう、なんこう、だから要するに選手のランクが選手の中で決まってないわけよ。ああ、はいはい。じゃあ、例えば PK 蹴るってなったら、みんなが俺が取ったの、俺蹴らせるよっていう状態だと一番まずいわけ。うん、だから日本代表もそういうところがあったのが、それが少しずつやっぱりこう、ね、本大会に出なきゃいけないから、だから、ね、ちゃんとそういうのが分かって、こう、プロとしてやっていけるのがいいけど、なんでも自分がやりたいとかいうやつがいると、ちょっとややこしい、ね。なるほどね。だから最初の勢いがあるときはいいけど、また一回止められちゃうと、もうそういうのがなくなっちゃうからね。だから、ズバリだね。ズバリ、その、いい感じでシーズンインしたんだけど、まあ、多分イレギュラーもあったと思うんですよ。病気がね、感染、コロナの感染があったりとか、うん、まあ、それに伴って選手も入ってこれないこともあったし、新外国人ね。はいはいはい、で、フォワードの選手が、まあ、非常に少なくて、ちょっとメンバー構成苦しんだりとか、まあ、そんなのもあると思うんだけど、うん、ちょっとコメントを読みますね。吉田さん、皆さん、こんにちは。よろしく。今日もよろしくお願いします。パギちゃん、いつもありがとう。はい、まさきさん、こんにちは。磯貝さん、吉田さん、皆さん、よろしくお願いします。はい、来月4月のアウェー札幌戦のチケット取りました。と、なるほどね。もう、ジンギスカン食べてください。いいね。操縦士さん、磯貝さん、はじめまして、こんにちは。はい、こんにちは。前回のライブも楽しく拝見させていただきました。はい。同じく九州人でございます。あ、ありがとうございます。福岡の方ですね。はい。ああ、いいですね。小手川さん、磯貝さん、こんにちは。磯貝チャンネルを楽しみにしています。よろしくお願いします。はい。ちょっと、いろいろも考えております。ブリッジさん、磯貝さん、はじめまして。吉田さん、皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。ということで、せっかくね、今、磯貝さんいらっしゃってくれてるんで、皆さん、いろんな意見、聞かせてもらえたらなと思い、質問寄せてもらえたらなと思います。そして、みつるから、こんにちは、お世話になります。本日はご挨拶のみで悔しいって、大判焼き持ってこいって言ってるよ。いやいや、次まとめて持ってきて。27日は、多分みつるも行くんで。あ、本当ですか？わかりました。行くって言ったら、はい、当たり前よみたいな感じだったんでね。頑張ります。ジェットンさん、磯貝さん、はじめまして、こんにちは。こんにちは。菅さん、こんにちは。よろしくお願いします。私も熊本人です。
玉名の出身です。あ、あれだ。あれ、今日どこを向かってるのかな。今日ね、夜、熊本向かって。なるほど。はい、まあ、またちょっと映像があれば、ちょろっと送ってもらえれば。あるいは、撮りためといてもらえれば。動画がいいんだよね。ん？動画が。動画が、まあ、写真でも OK よ、全然。で、あ、いいの？うん、はい。で、今ね、頑張って、磯貝チャンネルはスタートダッシュして、もうすぐにですね、1000人に届くようにしたいんで、皆さんその時には協力よろしくお願いします。そしたら、まあ、磯貝博道さんにはですね、いつも動画が撮れるものを持ってもらいますんで。ありがとうございます。トトロさん、こんにちは。トトロさん、農家ですね。農業やられてます。はい、で、まあ、昨日、まあ、ゲームはね、なかなか全部見れたりとかしないと思うんだけど、うん、結果くらいは多分ね、見ていただいてると思うんですけど、ね、チームがね、昨日のゲームで吉澤的に注目したのは、そのサガン、鳥栖、で、浦和レッズ、共に今年ね、たくさんの、うん、まあ、10人を超える選手の入れ替わりがあったチームですよ。はい、はい、はい。で、まあもちろんね、世の中的に俺もそうだけど、選手の、まあ給料で考えようか。考えても、鳥栖の選手よりも浦和レッズの選手の方が給料高いわけですよ。はい、はい、はい、はい。いわゆるさっき、ズバリでね、俺たちがなかなか言いづらいっていうか言わない言葉なんだけど、選手の格みたいなことを言ってたじゃないですか。はい。で、それを考えると、鳥栖の選手は、浦和の選手よりも給料も安いけれど、ね、全くそれを感じさせない、はつらつとしたプレーだったなと思うんですよね。うん、よく走り。うん、うん。うん。すべてが上回ってたわけじゃないけれど、うん、うん。やっぱり向かってくる姿勢から考えて、チャレンジャーな感じがすごく鳥栖はして、そうだね。で、それに関して浦和レッズは、なんていうのかな。外国人監督にまあありがちなんだけど、こう、アウェーだから、もう思いっきりガチッと守りますよ、攻めま、っていう感じ？うん。で、いるんだよね。いるでしょ？よく、昔中田秀も言ってたけどさ、イタリアに行ったらさ、うん、なんでこんなに守んのかな？なんでこんなに引くのかな？って。うん、うん。で、守りきって、勝ち点取れればいいんだけど、うんうん、やられちゃったりするから中田でよく言ってたんだよね。攻めりゃもっとこのチームだったら上いけるのにな、みたいに。うんうん、で昨日の浦和レッズ等で、なんかもう始まってからいきなり受けて、うん、なんか考えてることが全然できてなかったのかなと思って。ね、なんかさ、まあその辺のこの、やっぱり言い回しというか、その辺がこう、やっぱりもうちょっと、なんだろ、選手とかも深め合わないと、ちょっと、やっぱその辺がずれちゃうとね。うん。うん。やっぱり、ちょっとうまくいかなくなる。選手が監督の方向を見なくなるときっていうのはどういうときなんですか？まあまあまあ、やっぱり、なんだろう、やってきたこととちょっと反対の方向に行っちゃうとかさ。うん。ね、監督が、あとほら、こう、なんだろう。最初打ち出したことがブレて、いろんなこと言い始めると。うん。うん、あと、前のチーム、うん。ごめんなさい。経験上で言うと、俺がいたときなんかそう、なんか外人変わって、次の年日本人になって、うん。ね、そしたら気づいたら2部に落ちちゃった。うん、うん、うん、ね。だから監督っていうのはやっぱりこう、ブレちゃいけないとか、絶対ブレちゃいけないからね。うん、うん。うん。だからそういうところをやっぱりもう少し、なんだろう。なんかこう、ね、選手の状況でそういうのが出るのか、監督自身の問題なのかわからない。うん。あとね、昨日、まあ試合振り返るライブをやってた、まあ僕が思うこと、吉田が日々感じていることなんだけど、うん、今年ね、うん、浦和レッズのベンチを見てるとね、選手を変えるだなんだときに、うん、まあレッズに限らずなんだけど、
あの、うん、ホワイトボードばっかり見てるんだよね。うん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 、うん。ホワイトボードばっかり見てるんだけど、ゲームは動くじゃない？うんうん。で、どうなんだろうと思うんだよね。どうなんだろうってね。まあでも、ずっと同じことが続いてるなら、それを目指してやった方が、結果が出やすいんじゃない？なるほど、ね。なんかもう、ね、だから、こっちのファンとしてはそういう目線で、いろんな目線で探していいけど、やっぱり、監督が目指して、監督がこういう指示出してっていうか、まあそういう方向で行くんであれば、まあ、ね、もうちょっと我慢するのもいいんじゃない？もうちょっとね。どれくらいがデッドポイントなのかな、うん、いや、もう、いや、でも、それは選手があんだけ入れ替わっていろんな手取れるんだから、まあ、もうちょっとこう、その辺の組み合わせがもうちょっと変わればだいぶ違うと思うんだけどね。だからちょっとこう、うん、まあまあこう、なんかはっきり守備だけできるとか、なんか、なんか攻撃だけできて、守備もできてとかじゃなくて、なんかこう、特徴が欲しいね、選手。なんかね、浦和らしい特徴がないじゃん。アクアパッツさん、こんにちは。よろしくお願いします。まさかのファンタジスタ、磯貝さんとのコラボは楽しみです、はいはい。これからどんどん増えていきますからね。皆さんね、楽しみにしてください。赤沼さん、多分分かりますって。まあ、僕らはさ、選手をやっぱやったことないんで、その選手と、まあ、いつも、今日もね、配信の冒頭に言ったんだけど、その、うん、距離感って大事だと思うんですよ。はい、はい。選手であれば、選手同士の距離感、あるいはベンチとの距離感ね、うん、監督との距離感、うん、もちろんそのファン、うん、サポーターとの距離感とか、うん、社会との距離感。で、それぞれにね、はいはい、監督にしても、クラブにしても、うん、サポーターにしても、それぞれの距離感って大事だと思うんですけど。はい、はい、はい。うん、あ、磯貝さんいるよ。あれ、そうですね。こんにちは。はい。息子です。その距離感が、今日俺、昨日ね、ちょっとその自分の中で、自分の中でっていうか、どう、あるじゃない？こう見てて、この選手どうなのって思うときって。で、なんていうの？こう、うん、はい、どうぞ。その例としてはね、さっきもう最初に磯貝君が最初に言ってくれたんだけど、浦和レッズとしてはまあリーダーシップを取っていた選手が大量に辞めたわけですよ、まあ、あるいはまあクビだったんだけど、うんうんうん、で同じ年齢、同じ要は世代の選手を監督が前にいていたチームから連れてきたわけですよ、うん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 、まあ、いわゆる徳島から連れてきたわけですよ。はい、呼び寄せたわけです。そうですね、うん、で、そうするとみんなはやっぱりそのベテラン選手の移籍ってミスしちゃいけないじゃない。いろんな意味でね。です、うん、でも、思うんだけど、悪い選手じゃない、いい選手なんだけど、そこまでこう、うん、全幅の信頼を、監督は置いてるけど、ファンやサポーターって簡単に置けないと思うんだよね。うん、ああ、そりゃそうだね。うん。で、ちょっとそこの部分で、大丈夫かなっていう、うん。で、スタッフも今年連れてきたんだよね。おー。そうすると、その体制に対して、ハテナがつくと、うん、ちょっと揺るぐんじゃねえかなと思うんですね。うまくいけばいいんだけど、もう当然、新しいスタッフが来るってことは、今までいたスタッフも出ていくわけじゃないですか。まあまあもちろんね、うん。で、なんかクラブスタッフもちょろちょろ辞めてるんですよ。あ、で、そこがね、吉澤的にはすごい気になるんですけど、また熊本県人来ましたね、はい。キムさん、こんにちは。お疲れ様です。吉澤さん、磯貝さん、よろしくお願いします。彼はね、大津高校の近く住んでるらしいですよ。およろしくお願いします。平岡先生の家の近くらしいですよ。ああ、そうですか。ありがとうございます。
なんかさ、そこ、そういうのあるでしょ、その監督が連れて。だから、そこはもう、目つぶってやっぱうまくいかないのはその最初だけじゃない、多分ね。うんうん。だから、それはもう、持って目つぶって、そういうつもりでね、応援しとくしかない。なるほど。皆さん、あのね、あれですよ、やっぱね、選手は選手の目っていうのがあるからね、いいですね。まあ、逆に言うとね、僕なんかは、その、みんなが思ってることをやっぱ口にしたいと思ってるんですよ。はい、はい。ファンの人が思ってること、ファンの人がストレスに思うことって、うん、ファンの人って今、うん、スタジアムで大きい声出せないし、まあ、バカチンたちは出してるみたいだけど、はいはい、そうすると、言いたいことも言えなくて、どうやったら伝わるかって、ね、伝わんないんですよ、今の世の中って。うんうん、そうですね。だから代弁した方が僕はいいと思ってるんで、だから、こういうことをファンの人は思ってるんじゃないかっていうことを、あるいはまあ、当然自分が思ってることを口にはするようにしてるんですね。うん、うん。そうすると、まあ、例えば選手起用なんてあるじゃないですか。はい、はい。で、選手起用っていうのも、なんでこの選手出ねえのってファンが思うことってあるじゃないですか。はい、はい。で、それは同時に選手が思うこともあるわけでしょ。そうね。こいつじゃねえのみたいな。うん、うん、うん。それってどうなんですか、その、こいつ、なんでこいつ、まあ、だからなんか例えばその、ね、俺らの時はまあほら鹿島とかさ、最後の方はジュビロも強くなったりしたけど、うん、だからなんていうの、ああ、ここが足りないなっていう選手のところにやっぱそういう補強するわけじゃん、はいね、はいはい。でも他のとこはさ、なんか真ん中の選手取れば、なんかうまくいくだろうみたいなさ、うん、なんていうの、もう現場の選手とかから見てると、懇親感なことするわけ、やっぱり。でもほら、なんていうの、俺、例えば、まあ、俺はガンバ行った時は、最後の方は、なんていうの、会社の社長が変わって、社長が、そのね、方向転換、ブラジルの方からこう方向転換するから、頼むって言われても、社長に泣かれて頼むって言われても、ね、負けて成績残さずに金くれないのは、そっちなんだから、大丈夫なのって話じゃないんだよ。うんうんうん、だからそういうことがだから多い、ね、弱いチームは。弱いチーム。レッツなんかどういう立ち位置取った方がいいですか。レッツ？レッツ。いや、レッツはでもずっと変えるなら変えるで、まあ、大きい海というか、そういうのはさ、多分こう、なんだろう。なんていうのか、今すごくこう、いろんな意味でも、社会的に周りもこう、いろんなこう、変動が激しいじゃん。うん。だからその今まで想像してたことが多分全く通用しない感じなんだと思うんだよね。うんうん。うん。だからその辺はだからどんだけそこのこの変化というかそういうものに監督が合わせるのか選手が合わせてそれにね、合わせて動ける人がいるのか。うん、だからそれはもうどこも一緒だと思うんだよね。うん。まあ。だから抜けてるようなプレーするような選手もいないし、最後ね。ああ、そうだね。それはそうだね。もう昔と比べたら、そういう、多いっていうのはないよね。多い、多いって、ね。うん。いや、例えばそのフロンターレにしてもさ、じゃあ去年までの強さが絶対的なものがあるかっても、選手も抜けていないじゃん。うん。うん。ね、ただ勝ち方を知ってる、その勝負強さがあるだけで、うん。今までのフロンターレからしたら、ええー、っていうようなサッカーしてると思うんだよね。うん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 。でもそれは多分、強いから生むんじゃなくて、周りもそういう状況じゃない。で、可能性があって。で、レッズも勝ち方しててね、そのスーパーカップみたいにわかんないから、勝ってるわけだから。うんうんうん、ねだからもうちょっとそういう、なんだろう、こう違う意味で、吹っ切れた感じで、こう、グラウンドに立ってくれた方がいいんじゃない？なんか変な頭の中でさ、考えて、ね、もうそんな負けること気にせず、勝つことだけ思って、どんどんこれつれんで。あとさ、うん、その、あ、こんにちは。よろしくお願いします。魂浦和さん、よろしくお願いします。はい、選手が、うん、逆に使ってもらってる選手が、
去年みたいにコンディションが上がんないみたいなのってあるじゃないですか。はい、あるね。あれトップフォームにならねえな、みたいなのってあるじゃないですか。はい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 。ありゃ、どうしたらいいのかね。やっぱりそういうフィジカルとかそういうのが変わってきてると思うんだよね、トレーニングの仕方とか。うん。うん。あと、だからその周りの影響だよね。だから監督の、ほら、例えば声の書き方とかさ、なんていう、あ、信頼されてるんだなと思ったら、グラウンド立って見心地いいだろうし。うん。やっぱ信用されてないっていうような感じで、こう、不安があると、やっぱ選手ってやっぱそういう結果を招くからね。ね、だからやっぱりその辺のこの伝え方というのがさ、うん、その、まあ、監督っていうかその中に入ってみないとわかんないけど、要するに、本当にそのホワイトボードだけでの戦術の流れなのか、選手にちゃんとコミュニケーション、細かく取ってやってんのか、うんうん、ちょっとわかんないけど、でもまあ、ね、どうせなら日本人だからか、ちょっときめ細かな言葉の会話が必要なんじゃないかな。ね、重いね、なんかね。うん、重い。そう思うよ。ちなみに、まあ、アマチュアからプロ、いろんな監督さんのもとでやってきたと思うんですけど、うん、はいはい、気持ちよくプレーさせてくれた人は誰だったんですか？いやいや、別にみんな、ほら、それぞれじゃないけど、やっぱり、まあ、試合出てる間は、まあ、愛されて、信用されてると思ってるからね。うん、うん、うん。ね、だから、まあ、ちょっと具合悪かったのが、やっぱり原さん。原さんね。原さんだけ。おー。うん。まあ、僕ら見たかったけどね、やっぱり、磯貝博光、小野伸二が並びで出てるところね。そうだね。まあまあ、俺もそう思って頑張って練習したんだけど。うんうんうん。面白いね、そこはね。そういうところでは。そうなんだよね。うん、それまあ、人の考えるのがあるから、まあ、なんとも言えない。でも、まあ、この前そういえば、バブと話したら、ずいぶんね、うん、当時はね、同等の年齢もあるかもしれないけど、ずいぶん距離も縮まって、うん、ゴルフ行くの楽しみにしてましたね。うん、マブさん、これね、もう息子さんがスーパースターになるために頑張って。ねえ、でも、そういう、当時の仲間の、まあ、先輩後輩それぞれいるけれど、うん、2世がね、グラウンドに、で、プレーする時代になってきて、まあ、ちょっと、そうね。それはそれで、まあ、楽しみですね。あとは、うん、監督、今やってる人たちいっぱいいるじゃないですか。で、当然知り合いもいるわけだけど。はい。はい。はい。こいつ監督に向いてるなっていうのは誰だったんですか？向いてる？うん、こいつ監督やったらうまくいくんじゃない？と思って。誰かな？俺が一番向いてるんじゃない？それも見てみたいけどね。いや、でもどうだろうね。まあ、でも、まあほら、その、プロの監督とか、ね、やっぱり高校、大学とか、ほら、やっぱりもう、やっぱ違うじゃない。うん。ね、こんな質問来てます。結果が出てないということからしても、選手が戦術の点で監督に意見することは許されないのでしょうか？うん、多少のコミュニケーションはしてると思うよ。うん、うん。ねえ、だからまあ、うまくいかないのがまあ、話し合いで解決すればいいけど、うん。ねえ、根本的なまあ、その選手の力がないっていうのもまあ、考えなきゃいけないのか、ねえ、だからその辺は、本当わからない。そうだよね。中に入ってないからね。うん。そうそう、中入ってないね。昨日なんかは、うん、やっぱ今年の裏列見て、後ろのライン悪くないんですよ。うん、うん。特に真ん中硬いんで、そんなにそこで怖いななんて思うことはないんだけど、う
昨日はね、まあ、鳥栖の河合監督とまた選手、それと一緒にね、戦った選手たちが素晴らしいなと思ったんだけど、そのダブルボランチのところにセンターバックからボール売られてつけてビルドアップしていくんだけど、うん、そこをね、もう中閉めて、そこにボール入らないようにしたんですよ。はいはいはい、ボールがもう外に外にって散っていくんで、で、まあそこにまあ激しくプレスかけていく、サイドバックの後ろにあるスペースをもう怖がらないで出ていくみたいなね、すごくはつらつとした勇敢なプレーをサガン鳥栖がしたんですよ。で、レッツは逆にセンターバックからボランチまでの縦のラインをいきなりこう、もう締められちゃった感じで。うんうんうん、で、結果的にボール出すとこなくて、センターバックの一人、岩波選手が少し、孫つくようなところあった。まあ、俺は全然不安に思わなかったけど、孫つくようなところがあって、うん、するとまあ、普通にね、こう、サッカーやったことない人だったりとか、あるいは、まあ、普通のファンの人だったら、なんかセンターバック孫ついてんなっていうふうに、思ったりとかね。うん、こうして、うんうんうん、まあ多分そういうこともあると思うんですよね。今、アクアバッツさんが言ってたことでね。はい。うん。はい、もっとその、無理にビルドアップするんじゃなくて、現実的に蹴ろうかとか、ポジションチェンジ。うんうん、俺はね、配置悪かったなと思うんだよね。出てる選手のにそんなに不満はなかったんだけど、そこはもっと違う配置にした方がいいんじゃねえかなっていう、まあ、いわゆる真ん中にいるやつが外の方が良くて、外のやつが真ん中の方がいいなみたいに。で、はいはい、結果的に後で変えるんだけどさ、監督はそうやって。うん、うん。うん。まあ、まああるじゃないですか、そういう。で、選手、逆に言うと選手と監督がもう、もう本当に険悪な雰囲気になっちゃうことっていうのもあるの？まあでも、ね、まあまあ、そしたら試合出れてないんじゃないですか。ね。なるほど。俺と原さんみたいに。うん。ね。だからまあまあ、そういうものがあればやっぱ厳しいだろうし。うんうんうん。いや、だからそういうのも含めてやっぱりサッカーにこう愛されてるときは出れるわけ。ね。サッカーのやっぱりその、ね、神様っていうものがいるならやっぱそういうものも人のその流れ、監督にしてもスタッフにしても、例えば、ね、自分のポジションに外人が入ってきたら出れないかもしれないじゃん。うん、うん、うん、うん。だからそういうのも含めてやっぱりサッカーの神様っているからね。で、そういう中で、まあ、怪我をして、横浜 FC から怪我をして、出場してなかった松尾っていう選手、うんうん、まあ、レッツのアカデミー出身なんだけど、はい、その松尾がまだ出てない、すごく期待してた選手なんだけど、うん、あとは、うん、うん。松尾が出る前に外国人が、うん、到着して、スウェーデン人なんだけど、のアウトサイドのハーフみたいな感じだけど、はいはい、その当然ね、そうなると今言ったように出られない選手も出てくるかなと思うんで、うん、でもスウェーデン人だったら大変じゃない？うん。この暑さというか湿気とかに耐えるのが、まあ、この後ね。れるのが、うん。まあ。だから、そういうイメージはなんていうの、90分間心配で。よく知ってる、去年の終盤、松本山川のような雰囲気にはなりたくないですね、っていうところで、よく知ってる、人物だと思うんですけど、まあ、七海博が監督をやってる松本山が、はいはい、去年のね、終わりは非常に難しい感じになって、まあ、昨日、うん、全く解消されてはいないとは思うんですよね。全部解消するなんてことは難しいんで、うんうんうん、で昨日は J3 始まって、さぬきと、まあ、逆転勝ち、うん、でその七海博とかはどうなんですか？でも、まあまあ、いろんな経験してるし、去年そういう、まあね、監督しても辛いことがあったから、まあそうね、半分に落ちてるのか知らないけど、うんうん、まあでもそういうものが、次の彼のサッカーのそういう、
指導する人生にとってプラスになってるからいいと思う。うんうんうん。何でもやっぱうまくいくっていうのはさ、そうじゃないから、やっぱそういうものを経験していろんなものをしてやっぱり出てくる、ね。うん。うん。まあ、勝てるチームはね、1チームしかないからね。そうなんだよ、そうなんだよ。うん。なかなかこの、難しいよね。チャンピオンになれるチームは1チームしかなくて、で、うん、その、なんていうのかな、すごく人間力あるから必ずしも勝てるわけじゃないし。そうなんです。いやいや、だからもう、まあ、はっきり言っても8割、9割方はもう金があるとこに行かなきゃまず勝てないのがプロです。ね、もうその人間性がどうだとか、ああだとか、こうだっていうのはもう、やっぱ金持ってちゃんとしてやっぱいい選手を取ってこなきゃもう絶対戦えないです。そういうことを考えれば今の列は勝たなきゃいけないんだよね。そう、だからもうちょっと我慢すればいいと思ってたから。うん。でもなんかもう少しちょっと選手がちょっと足りない、見てると。やっぱり軸になる選手がやっぱこうちょっといないから。みんながそれなりにできてもやっぱりほら、結局、我がになっちゃうね。うん。うん。うん。だからやっぱその辺はちゃんとやっぱ軸がいてからの安心の方が、チームとしては強くなるんじゃないかな。うん。うん。なんか結局ほらもう行き当たりばったりだね。ほんとまあそういう流れでいっちゃうと。こんな質問もあります。監督の戦術に納得していなくとも、試合に出たいがため仕方なくその戦術に従う選手もいるのですかねと。会社員にはあるあるの話なんですが、スポーツ界ではどうなんでしょう。一応、俺はあると思いますけど、中にいた。スポーツ界はまあ、お金もらってやってるから納得してサインしてやってるっていう体ならもうありだよね。うん。普通なんでもやらなきゃいけないし、うん。なんかやらないんだったらやっぱり、その、何まあ、試合には出れないね。だから自分のできるポジションとそういうのがあってやってる人は楽しいけど、うん、そうじゃない、例えばコンバートされてとかやっちゃうとか、まあ、ね、うん、そこでハマってうまくいく人はいいだろうって、そうじゃない人は地獄見るってね。好きなサッカーやってるのに違うことやんなきゃいけないんだもんね。そう、だから難しい。だからそういう、ほら、やっぱりね、愛されるときにやっとかないと。愛されなくそういう神様に愛されなくなってやっても、そういうことになっちゃう。なるほどね。うん、だから難しいんだよね。熊本のキムさんから、磯貝さん、はい、93年か94年、はい、熊本水前寺ガンバ対横浜フルーゲスの試合見に行きましたよ。山口敏弘選手のゴールで勝った試合です。ありがとうございます。もうキムさんとか多分今日たまらないと思うんですよ。彼はまだ中学生くらいの時の話ですから。あと夜遅くまで遊んでましてね。って言えない話を言わなきゃいけない。まあ、時代もね、いろいろあってね、またさらにね、ここ1年、2年か、もうこと3年目になりますけど、うん、その、うん、まあ、コロナの関係で、うん、選手たちは本当に行動も制限されてるし、そうだね、うん、その辺のところもね、まあ、日々の過ごし方みたいなものも変わってきてるのかなと思うけどね。いやー、だいぶ変わってるよね。うん、外国人監督だったらなおさら、ね、自分らが行ってやっぱ参ってることが多いんじゃない？うんうんうん。ね、文化が違うしね、うん、やっぱりいろいろ。息抜きで外に行って飯食おうなんていうのはできないんだもんね、人と会っちゃいけないって言われて。うん、でも今だってニュース見てヨーロッパなんか見たら誰もマスクしてないじゃん。それで日本だけやれやれ言ったらやっぱその、ね、スペインでは何もしてなくて、日本ではするっても、それこそどっちが正しいのってなっちゃうじゃない。そうだね。まあ、多分その辺についてはもうそろそろ限界が来てて、まあ、俺たちじゃないところの人たちがね、頑張ってくれなきゃいけないのかなと思うんだけど。うん、そうそう。だからね、その辺が、だからもっとそうしたら、
いろんな意味でまた違う前のね楽しさが戻ってくるよね、サッカーでもね、うん、何でもする。今日は熊本の出身の方の発言が多いんですけど、菅さん、私は性格的にネガティブな考えにはならず、良いところを見てしまう方です。今の裏は勝てないのですが、深刻な状況にはならないと思っています。やろうとしていること自体はブレずにやっていると思っています。今の川崎も鬼木さんになって最終節で引き分けて、うん、年間勝ち点1位にならなかったり、ACL で浦和に大逆転で負けるということを経てきています。浦和が今そうだと思っています。うんうんうん、こういう考えでこういう考えでいいのかなと。ああもう完璧です。うん、よくね、まあ当たり前のことで言うんですけど、選手にはスタンドの声っていうのは届くんですか。いやもうそれがなきゃ勝てないよね、あの上には。だからあんな5万も6万も入る時代がまた来て、そのなってそういう時にやっぱ裏レッドが強いからね。うん、うん、だからまあその、ね、そういう時が来てくれたら本物のやっぱり裏レッドになってくるんじゃない。じゃあ今週1週間はじゃあいろんな意味でサポーターが見ものですね。次の3月の19日からお客さんがフルで入れられるはずなんだよね。いやもうそしたら全然違うよね。うんうん、今の2万人規制の中でもね、1万9500人ぐらい入るわけですよ。うん、はいはいはい、はい、で。ただ、やってる場所が埼玉スタジアムなんで。うん、いや、だから、だって満員になってあれするなんか、例えば今の監督なんか味わったことないわけ。ない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 、一回もない。ね、だから、これがやっぱそうやって見たら、多分監督自身が多分奮い立つから、多分。うん、それはやっぱりものの考え方が変わってくると。うん。ね。ね。そうですね。その。そらそうだ。そらそうだ。それはね、まあ監督もそうだし、この近年入ってきた選手は満員のスタジアムなんて当然知らないからね。そうだよね。うん。うん、まあそれは裏の財産はあのファンだから。なるほど、うん、ちょっとまたキンキンに裏来てください。ちょっと美味しいもんでも食べましょう。よろしくお願いします。プロジェクト進めていきますんで、うん、はい、そうですね、まあ、時間があったら一緒にサッカーでも見ながら。そうですね、代表のゲーム今月あるじゃない。あれいつでしたっけ。松ですね。松、日本サッカー日本代表なんで、これか。スケジュール。オーストラリアと、うん、オーストラリアとの試合がありますよね。日程。うんうん、3月24日。ああ、ちょうど東京の入るぐらいか。3月24日の木曜日です。おお。何時試合ですか ?18、早いね、18時10分。ええー。うん。あ、そうね、オーストラリアでやるからね。そうだね。オーストラリアでやるから。で、あと3月の29日。はい。は、これは19時35分、サイスタで。もう。あります。もうでも、もうその時は決まってるでしょ。ね、まあ、3月24日のアウェイのこのゲームはビッグゲームになると思うんだけど。引き分けで。引き分けで。引き分けで。まあちょっとこれね、もしよかったら一緒に、まあこんな感じでもいいので、話できたらなと思う。OK、OK。ぜひ、その時にね、まあ、まあ、磯貝博光の視点っていうのも、教えてもらえたらなと思います。はい。わかりました。すいません。お昼忙しい時に申し訳ございませんが。大丈夫です。どうもありがとうございました。またお願いします。またありがとうございます。またよろしくお願いします。はい。連絡します。はい。ありがとうございます。失礼します。チャオ。チャオ。はい。ということでですね。磯貝博光さんとのですね、
まあ、俺とのおしゃべりになっちゃいましたけど、ごめんね、パフィーちゃん。磯貝さん、女子も見てます。また出てくださいね。出てくれると思います。菅さん、お話をお伺いしてて、久々に熊本へ帰省したくなりました。豚骨ラーメン、私の場合、玉名ラーメン、豚バラ串と、焼き豚足を食べなくなりましたって、いいですね。ブリッジさん、そうですね。今こそ歌おう、ウィアダイヤモンズ。これまさに、思うんですけど、なんか励まされましたね。僕は勝手にね。僕は言いたいことは言った方がいいと思ってて、で選手の、僕らの声が届くっていうことは、間違いなく、耳に入るんですよ。耳に入るんですよ。ね、磯貝さんまた待ってます。また出てくれます。大丈夫ですね。最後のね、ところがやっぱり、何が正しくて何が正しくないかみたいな話したけど、まあ今のね、コロスケ対策に関しての話だと思うんですけど、まあただ一つ言えることは、今できることを全て全力でやろうっていうのは、チームも、選手も、サポーターも同じかなと思うんで、なので、選手の足を引っ張るようなことになることはやんねえ方がいいんじゃねえかなとは思ってますね。それまで。またかってことになってね。またかっていうこともあれば、プラスじゃないし、まあ日本人だからね。自分が飲み食いしたものくらいは、勝たそうぜっていうこと。もう随分なんかね、スタジアムに行ってる方で、昨日憤ってる方がいて、それは、ああ、そうだよなってやっぱ思いますよね。格好良くないんで、格好いいなと、俺もわかりますけど、なんか若気の至りもあるんだけど、だけど、なんかその自分が、散らかしたものを誰か他の人は果たしてるんだよっていうことを思ったら、ね、自分もいつまでも若くないからね。そんな風に思います。それでまあ、今日のね、タイトルにつけたんだけど、まあ、うろたえることなかれっていうのはまさに僕はそう思うわけですよ。いろいろあるから、いろいろ意見することはいいんだけど、基本的にはやるべきことっていうのは、やるべきことをやろうとしていることっていうのは、ね、信じていいんじゃないかな。ただ、さっきも言ったように黙ってて伝わるわけじゃないから、声に出した方がいいんじゃないの。声に出した言葉にした方がいいんじゃないの。手紙書いたりメール書いたりするんでいいんじゃないの。言葉を出すなっていう時代だったら。なので、そこはまあすごく大事かな。で、本当に、うろたえることなかれ、何年、レッツと付き合ってるんだいっていうのは、何年付き合ってるんだいってことですね。だから、こっちは30年付き合ってるわけですよね。ブリッジさん、ワイちゃん、ね。長く付き合ってるわけですよ。なんで、年はもういかねえやつが言うのとちょっとは違うわけですよね。勝てねえ時代からまあ知ってるわけなんでね。私も菅さんの意見に賛成です。今は騒がずに見守ります。そうですね。言葉はこのサイトに寄せてください。ぜひね。キューピー、こんにちは。あ、遅かったんじゃない？思っていたことを磯貝さんが言ってくれたので満足です。まあ、選手ってそうなんだねっていうことと、まあ、多分わかると思うんだけど、彼は忖度とかないんですよ、誰にも。でも、すごく、ハートフルな人で、まあ、冗談半分でね、いや、俺が一番向いてんじゃんって監督に言ってるんだけど、選手に寄り添うこととかがすごい
上手っていうか、本当に寄り添える人なんですよ。それはもうアンダーエイジに関してもそうだし、現役プレイヤーもそうだし、今監督、指導者をやってる人もそうなんですけど、彼の言葉聞きたがるんですよ。それを分かるような、分かってもらえるかなと思って。やっぱね、彼はチームリーダーだったですからね。グループのリーダー。で、的確に、明確に彼が言ったのは、まあリーダーが今いないでしょっていう。で、そのリーダーに関してどうなのって中から出るのを待った方がいいのたら、そんなことしたら J2 に落ちちゃうよ。あ、まあ、はっきりしてるよね。つまり、こいつがリーダーだよっていうことは、外が作ってもいいんだってことですよね。はい。なので、まあ、日本代表だとそうでしょ。選手の投票でキャプテンが決まるわけじゃなくて、監督が決めますからね。うん。そういうところで僕が一つ提案なのは、チームキャプテンは、西川選手でいいんだけど、ゲームキャプテンはフィールドプレイヤーにやってもらいたいんですよ。いつも言ってますけど、僕は今フィールドプレイヤーの中で最も信頼を受ける選手はアレクサンダー・ショルツです。彼がキャプテンマークをしてゲームに出れば、状況はもっと変わるんじゃないかなと思うんですね。はい。それはすごく、選手たちも感じているんじゃないかなと思います。もちろん強い列を見たいけど、負けているこの状況でも、憂いはするけど、嘆きはしません。ドーンと構えましょう。そうですね。はい。ということで、1時間、あっという間でした。また、ぜひ皆さん、いらっしゃってください。明日、火曜日なので、セニョールと今井さんに来てもらいたいんですけど、明日、卒業式がありまして、もしかしたら若干の変更があるかもしれません。ご理解いただければなと思っております。また、FUG ではメンバーシップを、さっきも言いましたけど、募集しております。募集してますっていうか、メンバーシップの方をですね、いらっしゃってくれればなと思っておりますので、ぜひメンバーシップに参加してください。顔を合わせて、リモート、今はリモートですけど、もう、たくさんのお話をしましょう。そんな感じで思っています。はい。また、磯貝博光チャンネルの解説に向けてですね、今、準備をしておりますので、そちらの方も楽しみによろしくお願いします。何かございますか？はい。それではまた、今週も。あ、皆さんぜひ、今、忘れずに、高評価ボタンを押していただければなと思います。今週もまた、浦和レッズフットボールライフを楽しんでいければなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。この後メッセージいただけたら、エンディングテーマに載せて、ここに出てきますので。はい。それではエンディングをお聞きください。サイクロンライジングさん。